関しては、真ん中と、一番右側、端っこの、木なんですけども、その 2点につきましては、真ん中と2番目、4番目ですね、の木につきましては、樹勢の勢いを逃がす場所を作りまして、上に、1本残したような形になります。また適樹勢の木につきましては、上の方に上部に大きい枝がありましたので、クリスマスツリーのような形になるように、上の方大きい枝を抜いたような形になります。3つ目の樹勢の弱い木につきましては、光が当たるように、ちょっと詰めつつ、あとは光が当たるように、大きい枝を抜いていったような形になります。またあと股が、分岐が側枝の分岐が多かったので、分岐を解消しつつ、また、詰めれるところは詰めつつ、そういった形で、試験場は切りました。以上です。はい、ありがとうございます。